俺たちのジャパンへようこそ。空港はその国で暮らす人だけでなく、海外から訪れた人々も多く利用する場所です。そのため、その国の顔と言ってもいいほど重要な役割を果たしています。そして、どれだけ重要視されているのかがわかるのが、毎年航空関係の格付け会社が発表している世界空港ランキング。このランキングでは世界中の空港を様々な部門に分けて評価し、総合的な順位を発表しています。今回のエピソードには、このランキングを見たある韓国人男性が登場します。あまり振るわない自国の順位と、対して隣国である日本との差が納得いかないようで、果たしてお隣同士である日本と韓国にどれだけの差があるのか、そして男性はどんな行動に出るのか、ぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね。僕は韓国人のジホ。突然だけど、僕はかなり努力家だと思うんだ。勉強でもスポーツでも身だしなみでも他人に負けるのが嫌で人一倍努力してきた。わかりやすく言えばプライドが高くて負けず嫌いとでも言うのかな。誰かの下に自分がいるなんて許せないし、想像もしたくないくらいだった。だからもちろんそういう自分の気持ちに応えられるよう精一杯努力してきたつもりだよ。だから28歳の今、人から羨ましいと言われるような有名企業に所属しているし、若くして役職ももらっている。年下で美人なガールフレンドと結婚間近だし、公私ともに素晴らしい生活を送っていると思うよ。だけどこんなに負けず嫌いでプライドが高い僕がどんなに努力をしてもどうにもならない評価がある。それは国という大きい単位の評価だ。いくら僕とはいえど、さすがに国が世界に及ぼす影響までは変えることができない。政治家とかになれば可能なんだけど、僕にはそこまでの能力はないと自分を正しく評価しているから。だからインターネットのニュースや掲示板などで韓国に対するマイナスイメージを見るたびにすごく嫌な気持ちになるんだけど、つい最近もそんな思いをしたことがあったんだ。僕は朝起きてまずスマートフォンをチェックするのが日課なんだけど、その日はいつもより気になる記事を見つけた。それは世界空港ランキングというもので、世界中の空港をたびたび格付けしているものらしい。僕は初めて目にしたんだけど、どうやら毎年のように行われているようだよ。ランキングという言葉を聞くと黙っていられないのが僕の性分。国単位のことだから僕は関われないと分かってはいても、やはり1位を取りたいという気持ちでその記事を開いてしまった。韓国で一番優れた空港といえばソウルのインチョン空港だろうか。韓国有数の立派な空港だし、観光客が買い物を楽しめるショッピングモールも充実している。それに掃除は行き届いて清潔な方だと思うし、そうだ、あの空港なら世界1位を取ってもおかしくないんじゃないか。僕はそんな風に自然とハードルを上げてからランキングを見てしまったんだ。そんなことしたらショックが大きくなるだけなのに。結果は僕の期待を大きく裏切ってくれた。1位はカタールの空港。僕は足を運んだことはないけど、あそこは豊かな国だし立派な設備が整っているんだろうと思った。でもそこから先が特に納得いかなかったんだ。なんと2位の羽田空港を皮切りにトップ10に日本の空港が3つも入っているんだ。こんなにいくつもの空港が同じ国からランクインしているなんて他にはない。僕はこれを見て思ったね。ああ、このランキングは日本人が作っているんだと。日本がアジア有数の先進国と言われているのは認めるけど、だからってこんなにいくつも世界レベルの空港があるとは思えない。日本人が自国に都合のいいようにランキングを作っているんだとしか考えられなかった。本当の国の評価は簡単には変えられないとはいえ、
こういう自国に都合のいいランキングを作ることで韓国の評価を下げられるんじゃたまったものじゃないよな。そもそもインチョン空港が日本の空港に負けていること自体信じられないけど。僕はその日朝っぱらからそんな不満を抱えながら出勤した。そして社会人だからね、そんなモヤモヤを抱えていると悟られないよういつも通りに業務をこなしたよ。でも昼休みになった途端、僕は隣のデスクに座る同期に話しかけた。なあ、世界空港ランキングって知ってるか？すると同僚は、ああ、もちろん知ってるよ。今年も最近発表されていたよね。と言った。あまりにも当たり前な顔をして答えるので、あれ知ってたのか？あのランキングそんなに有名なのか？と尋ねた僕。僕は旅行好きだから空港ランキングは見ていて楽しいだけだよ。まあ、オンラインニュースに載るくらいだからそれなりに有名だとは思うけどね。どうやら同僚は僕よりあのランキングに詳しいらしい。本当はランキングの順位や内容から話さなければならないと思っていたんだけど、知っているなら話が早い。あのランキング、いい加減すぎないか？日本を贔屓したいのが見え見えで、朝から気分が悪かったんだ。僕はやっと心に留めておいた鬱憤を口から吐き出した。同僚ももちろん同じ韓国人。日本にいい印象を持っていなくて当たり前だし、てっきり同意してくれると思ったんだけど、彼の返答は予想外のものだった。そう？僕は割と的を得ていると思ったんだけど。僕は驚いて食い気味に反応してしまった。え？本気で言ってるのか？韓国トップの空港が日本に2つも負けているなんて信じられないし、そもそもトップ10に同じ国が3つも入っているなんておかしいだろう？すると同僚は平然とした顔でこう言った。確かにトップ10に3つも入っているのはすごいけど、それが正当な評価なんじゃないか？実際日本の空港は素晴らしいし、それにランキングの他の国の空港も妥当な順位だったと思うよ。どうやら旅行好きの同僚はトップ10にほとんどを実際に訪れたことがあるそうで、この順位に違和感は感じないのだという。はあ？日本には3つもすごい空港があるっていうのかよ。それもインチョンよりハイレベルなものが？そうだね。思わず声を荒げてしまったけど、同僚は顔色一つ変えない。それほどこのランキングは疑いようがないと言いたいのだろうか。じゃあ、日本の空港の何がすごいのか教えてくれよ。それに納得できたらもう文句言わないからさ。同僚に噛みついても仕方がないのは分かっているが、日本にこんなにも大敗しているだなんて信じたくなかったんだ。それにここで同僚が、そこまで詳しくないから、わからないよ。とでも言って濁してくれたら、じゃあはっきりとこれが真実とはわからないね。と、日本に負けていることを認めずに済むだろう。そういう目論みだったんだけど、同僚は嫌にはっきりとわかりやすく、日本の空港について説明しだしたのだ。まず日本の空港がどこの国にも負けないのが、清潔であること。この部門においては羽田空港がなんと7年連続で1位を獲得しているんだ。僕も羽田へは何度も行ったことがあるんだけど、もう高級ホテルかって思うくらい掃除が行き届いているんだ。床は雨の日だろうが雪の日だろうがピカピカに磨かれているし、塵一つ落ちていない。観光客が残していったであろう食べ物の包み紙なんかもどこにも落ちていないんだよ。そんな空港、韓国で見たことがあるか？ないだろう？僕が思うに、日本の空港が綺麗なのは日本人に、ゴミはきちんとゴミ箱に捨てて、共用部を汚さないようにする、という倫理観が備わっているからだと思うんだ。これは日本に対して一番尊敬すべきことだと思うよ。とまあ、こんな感じで、同僚があまり流暢に日本の空港を褒めるものだから、その勢いに負けて何も言い返せなかったよ。
それに僕はあれだけ日本の空港をバカにしていたくせに、実は一度も行ったことがないんだ。だから実際に足を運んだ経験のある同僚にそう言われてしまっては、言い返す言葉もないんだよな。とはいえ、日本に大敗したなんてまだまだ認める気はなかったんだけど。もちろん綺麗なだけじゃないんだよ。総合ランキングで4位にランクインしている成田空港も、テーマパークかと思うくらい広くて、ショッピングモールも充実している。旅行者が飽きずに楽しめる上に、バリアフリーとか点字ブロックとかもしっかりしている。それから英語だけでなく、韓国語や中国語、タイ語など、いろんな言語で案内板を書いているから、言葉のわからない外国人でも迷うことなく行き来できるんだよ。韓国の空港でもそういう工夫はなくはないけど、レベルが違うと思ったね。そうなんだ。この頃には同僚のあまりの熱意に若干引いていた。普段熱く自分のことを話すような人ではないんだけど、それほど日本の空港はすごいと伝えたいのだろうか。わかった、もういいよ、と僕は言ったんだけど、同僚はまだ話し続ける。そして日本の何がすごいって、こういう立派な素晴らしい空港が地方都市にもいくつもあるってことなんだ。総合2位の羽田空港と4位の成田空港は首都である東京の周辺にあるんだけど、10位の関西空港と12位の中部空港は遠く離れた地方にあるんだよ。いろんなところに素晴らしい空港があるから、観光客も安心して飛行機の旅を楽しめるってことだね。そういう意味で、こんなに空港が充実している国は他にないと思うよ。わかったわかったよ、僕の負けだ。僕が声を張り上げてそう言うと、同僚はやっと我に返ってくれた。あ、思わず話しすぎたかな。ごめんごめん。でも、日本の空港の素晴らしさは分かってくれただろう。そして少し恥ずかしそうに言った。ああ、分かったよ。実際に見たこともないのに、悪く言った僕が間違っていた。今度自分の足で出向いて、君の言ったことがどれだけ正しかったのか、見てくることにするよ。僕が観念してそう言うと、ああ、それがいいよ、と返事をした。僕は今まで正直日本にいいイメージを持っていなかった。もちろんそれは今でも変わらないけど、同僚があれだけ太鼓判を押す空港なら、やっぱり一度は自分の目で見てみたい。負けを認めるのはそれからでもいいんじゃないか、なんて未だに勝ちにこだわっているのだった。そしてもし負けを認めなければならない結果になったら、その時はどうすれば韓国が勝つことができるのかを考えてみようかと思う。国を変えることは難しくても、空港の一部の環境くらいは変えられるかもしれないからね。負けず嫌いなのはわかるけど、実際に日本の空港へ行ってみたら、自分がどれだけ恥ずかしい主張をしていたのかわかると思うな。日本の空港ほど清潔で快適な空港はないよ。僕も結構海外旅行へは行っているけど、確かにこの順位は妥当だと思うな。日本がもっと上に来てもいい気がするが。インチョン空港も特に不自由は、インチョン空港も特に不自由はしないし、いい空港だとは思うけど、羽田や成田にはかなわないよ。文句を言うばかりでなく、勝てるように努力をするのが大事だね。普段何気なく使っている空港ですが、こんなランキングがあったことを皆さんはご存知でしたか？改めて評価されているのを見てみると、日本人はだいぶ恵まれた空港を利用できているのだと感じます。これからも日本人はもちろん、外国人からも評価される空港であり続けられるよう、ゴミをきちんと捨てたり、マナーを守ったり、できる努力を続けていけたらいいですね。皆さんは国内外問わず、好きな空港や印象に残っている空港はありますか？ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。
それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。